ちがレンズ、こっちはボディになります。で、合わせてカメラ。皆さんこんばんは、写真家のカズトです。今日もいい写真撮れましたでしょうか。いつも動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今日はですね、基本的に僕はね、写真に関してはあまり難しいことを言いたくないし言わないようにしてるんですね。で、写真っていうのはやっぱり一番大事なのは楽しく撮ることですのでね、そういった感じでこのチャンネルもお送りしていければなと思っております。で、まずカメラを始める時って皆さんどういう風に思われますかね。こんな人の写真が撮りたいなとか、家族の思い出を残したいなとか、まあ撮った写真をね SNS に載せたいなとか、いろいろあると思うんですけども、カメラをね始めたいけどなんやよくわからんなってことがよくあると思うんですよね。いいカメラ買おうか安いカメラ買おうかとかいろいろあると思いますけど、大事なのはね、ある程度自分の予算をね組んで、その範囲内で気に入ったカメラを探してもらえばいいと思います。カメラを買って、大事なことは撮りに行く行動力ですね。そういったところを一歩踏み出してもらえる写真って絶対楽しくなっていきますのでね。で、その他もね、カメラを持ったら一人で外に撮りに行くっていうのもいいでしょうし、よくある写真教室に入って先生に基礎から教えてもらったり、写真の仲間を作ってね、みんなで楽しく撮りに行くっていうのも一つの方法じゃないかなと思います。まあ写真を初めてね、すぐにいい写真が撮れるというわけでは実はありません。で、皆さんよく思われるのが、いいカメラを買ったとしてもいい写真はすぐには撮れませんのでね、やっぱりいい写真を撮りたい時っていうのは何回も何度も足を運んでいろんな写真を撮ってね、たくさん失敗することも大事だと思いますのでね、最初からいい写真を撮ろうと思わずに、まずは何よりも写真を撮ることって楽しいなと感じていただければなと思います。ということで、そんなカメラの楽しさをね伝えられたらなと思ってこの YouTube やってますのでね、気軽にこれからも見ていただければなと思います。で、カメラをね好きになればね、どん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 ハマっていけます。するとね、最初興味なかったことでもね、楽しいとやっぱり知りたいなっていう気持ちになってくるんですよね。知らんうちに自分のカメラの技術も上達するし、知識もね知らないうちについていきますのでね、どん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 撮っていっていただければなと思います。以上です。それでは今日はここで、申し訳ございません、楽しく撮っていってくださいっていうことなんですが、やっぱりね最初に気になるのって、どんなカメラを買えばいいのかわからへんと、予算に合ったカメラ買えばいいやんって簡単に言うけど、じゃあ何買えばいいのと、最初は何でもいいのと、それがわからんねんとね、皆さん思いでしょう。なので今日は簡単にですけども、よく言うね一眼レフカメラ、そしてミラーレス一眼、デジカメで、皆さんが持っているスマホ、まあ、これのねカメラの違いも説明していこうかなと思います。これからカメラを始める皆さんはね、この動画を見ていただいて、ちょっとでも参考にしていただければなと思いますので、できる限り分かりやすく説明していきたいと思います。その前にですね、皆さんフィルムカメラっていうのはご存知でしょうか。僕が学生の頃はよくフィルムカメラで写真を撮ってたんですけど、ちょうど15年ぐらい前かな、デジカメが入りだしたのが、だから20年前ぐらいは皆さんフィルムカメラで写真を撮ってたんですけども、そのフィルムカメラと今ね皆さんがよく使ってるデジタルカメラの違いってご存知でしょうか。まず初めにこのフィルムカメラ覚えてますか、見たことありますかね。はい、そして、このデジタルカメラ、こちらですね、2つの違いをね、簡単に説明したいなと思います。まずこちらのフィルムカメラっていうのは、中にこれですね、分かりますかね、このフィルム、こういったものが入ってたんですよね、この後ろに。で、このフィルムカメラっていうのは撮れる枚数が決まってたんですよね。実はここ分かりますかね、 GT の横に27って書いてるでしょ、これがね撮れる枚数なんですよね。なのでこのフィルムを後ろにセットしたら、1回今1本につき27枚しか撮れなかったんですよね。でもデジタルカメラ、こちらはですね、フィルムと違ってこのね SD カードっていうのがよくね今使われてますね。はい、でこちらは先ほどのこのフィルムに比べるとですね、このフィルムは27枚しか1回につき撮れなかったんですけども、もうこれ SD カードならもうまあ1000枚とか2000枚とかね簡単に撮れちゃうんですよね。なのでデジタルカメラとフィルムカメラ、何が大きく違ったかというと、撮れる枚数がまず大きく違いますね。そしてもう一つ大きな点があります。それは後ろ見てもらったら分かるんですけども、こちらデジタルカメラはね今液晶っていうのがついてますね。なので撮った写真をすぐにこの液晶で確認することができます。でもフィルムカメラっていうのは、撮った写真ね27枚全部撮り終わったら、このフィルムを取り出して、で写真屋さんにね行ってね
現像というのをしてもらってたんですよね。でそこからプリントに焼いてもらう。だいたいこれがね、まあ、早いとこやったら当日やってもらってたんですけど、今やったら1週間2週間かかっちゃうと思います。ただこのデジタルカメラっていうのはこの SD カードに、まあ、写真のデータが入るんですけど、それをパソコンに入れて、ですぐにパソコンで確認して、でいらない画像は消せることもできますし、なんなら編集だってね簡単にすぐできちゃうので、すごく便利なカメラになったんですよね。なのでデジタルカメラが普及しだして、これはすごいカメラ業界の中でも大きな進歩だったと思います。なのでデジタルカメラの方がいいねという声がね今もう普通になってるんですけども、ただこのフィルムカメラっていうのも良さがあるんですよね。昔からフィルムカメラをずっと使われている人っていうのは、このフィルムのカメラで撮った写真っていうのはね、どこか懐かしいとか柔らかい色合いであったりとかね、そういった雰囲気が出せるので、今でもフィルムカメラを使っている方もいらっしゃいます。で話を戻しますね。簡単に言うとですね、このフィルムカメラの中にはですね、このフィルムが入ってるんですね。なのでちょっと後ろ見てみると、こういった感じでフィルムが入ってる状態なんですけども、これがですねこのデジタルカメラになると、この液晶のちょうど内側にですね、まあイメージセンサーというね、電子部品が入ってるんですね。それが入ったおかげでデータ化が可能になったということなんです。でデータ化されたものがこの SD カードに転送されます。それがデジタルカメラの仕組みになってます。そこからパソコンにつないでね、編集したりとかプリントしたりとか、そういったことが可能になりました。でこれからねカメラを始めたいなっていう方は、まあおそらく大体の方がこのデジタルカメラから始めるんじゃないかなと思います。でそこで一眼レフカメラとミラーレス一眼というカメラがあるんですけど、それの違いを簡単に紹介していきたいと思います。まず最初に一眼レフ、これは簡単に言うと、もうレンズの取り外しができるカメラのことを一眼レフカメラと思ってもらったらいいです。なのでミラーレス一眼という名前がついているので、これも一眼という言葉が入ってますね。これはまあレンズの交換ができるものと思っていただければと思います。でコンパクトデジカメっていうのはこのレンズが交換できないのでね、そこだけちょっとよく用紙が似てるんですけど気をつけてください。でそのレンズなんですけども、初心者の方がよく勘違いというかね、知らないことがよく質問されることを言いますと、まずこのカメラレンズと、実はこのボディと言います。この2つでカメラと言います。なのでこっちがレンズ、こっちはボディになります。で合わせてカメラっていうのをまず知っておいてください。でその中でもこのレンズの方ですね、まあいい写真を撮りたいとか、可愛い写真を撮りたい、ふんわりした写真を撮りたいっていう時っていうのは、実はねこのレンズが大事なんですね。ちょっとしたレンズの違いとすれば、このレンズ回すとですね、ビョーンと伸びたりしますね。これズーム式と言います。これはですね、広い絵であったり遠くの小さいものを、まあ、大きくしてね、望遠鏡のように拡大して撮ることができる便利なレンズになります。まず最初始めるんやったらこのレンズがおすすめ。そしてもう一つこちらのレンズちょっとつけてみますね。こちらなんですけど、なんとさっきのレンズっていうのはこちらビヨーンと伸びてたんですけども、これは伸びないレンズなんですね。回しても何も伸びないんです。これは単焦点レンズというもので、実はさっきのこのズームレンズに比べるとこのレンズはね、写真が明るく撮れるんですね。さらにふんわり柔らかいボケみっていうのも出して撮ることができるので、もし写真を始めるときに、私は可愛い写真が撮りたいとかふんわりした写真が撮りたいっていうなら、この単焦点レンズ、ズームはできないけど自分で寄ったり離れたりしてね、撮るレンズのものです。で私はそんな、可愛い写真とかじゃなくて、綺麗な写真、遠くのものも近くのものも広い空も、まあ、いろんな写真が撮りたいという方はこのズームレンズをおすすめします。ただ単焦点に比べるとちょっと暗い写真になっちゃうので、単焦点の写真を見ちゃうとこっちの方がいいなって思う方も多いかもしれません。でね、その他にもレンズってね、たくさん種類があるんですよね。まあいくつか紹介すると、近づいて撮るマクロレンズであったりとかね、ちっちゃい水滴を撮ったりね、鼻についてるテントウムシを撮る用のレンズなんですけどね、そういったマクロレンズ、その他にも今紹介したこの望遠レンズの中にも初心者用とか中級者用、そしてプロ用、見てください、同じ望遠レンズでもこんだけ差があるのでね、やっぱりね撮れ高というか綺麗さ、ピントの速さであったりとか、そういったものが全然違います。値段も全然違います。
で、一眼レフカメラとミラーレス一眼っていうのは特徴はちょっとね似てる部分もあるんですけど、実はカメラの中身構造が少し違うんですね。それを簡単に説明させていただきます。一眼レフのこのレフっていうのをですね、レフレックスと言ってですね、光の反射という意味なんですね。で、一眼レフはカメラの中に鏡、つまりミラーが入ってるんですね。で、レンズを通して入ってきた光をそのままですね鏡に反射させてファインダー越しに見る仕組みになっているのが一眼レフ。これを光学ファインダーと言います。で、次にミラーレス一眼カメラなんですけども、簡単に言うと一眼レフカメラにあるこの鏡ですね、ミラーをなくしたカメラというのがミラーレス一眼のことです。レンズをね通して入ってきた光がそのままイメージセンサーに届くんですね。そして電子ファインダーや液晶のディスプレイで映し出されます。で、よく皆さん思われるのが、いや私は一眼レフもミラーレスもそんな高価なもいらない、もうスマホで撮る写真で十分っていうのもねもちろんわかります。僕もね、生徒さんがねスマホの綺麗な写真を見せてくれたりするとね、一眼レフいらんのちゃうかって心の中ではね思っている時もありますし、口に出ることもあります。ただスマホで撮った写真というのはもちろん綺麗です。 iPad とかねパソコンで見るのでは全然問題ない画質なんですけども、印刷プリントして見るとね実は少しね物足りない時もあるんですね。それに比べて一眼レフやミラーレスっていうのはもちろんパソコンで見ても綺麗ですし、紙に印刷してもすっごく綺麗に写真が印刷できます。スマホやったらね大体まあ今やったら A4 とか A3 ぐらいまではいけるのかなと思いますけど、一眼レフやったらもうその倍、さらにその倍、まあ A2 とかね A1 とかA0 とかね、皆さんあんまりそこまで大きい写真はしないと思いますけども、そういったところまで大きく拡大しても綺麗に印刷することもできるので、今後ねカメラを始めたい、そしていつか写真展とかね大きな写真を印刷してみたいなっていう方は、スマホじゃなくてやっぱり一眼レフやミラーレス一眼を手に取ってもらった方がいいんじゃないかなと思います。結局じゃあ一眼レフカメラとミラーレス一眼どっちがいいんですかと皆さんお思いになると思います。もうここからは僕の勝手な見解と、まあ、生徒さんたちの声を聞いてちょっとお答えしようかなと思うんですけども、数年前まではね、正直一眼レフカメラの方が絶対良かったんですよ。ピントも早いし、まあ、使い慣れてるのももちろんあったんですけど、でもここ数年でねミラーレス一眼がねぐんぐん性能が良くなってきてて、今やもう一眼レフをちょっと正直追い越してしまってるんですよね。なので、今から買うんやったら僕は軽くて性能も少し上のミラーレス一眼を買うことをお勧めします。ただですね、勘違いこれやったらしちゃうんですけども、ミラーレス一眼じゃあ買おうと、そして変な話ですけどちょっと安い5万とか10万のミラーレス一眼を買っちゃうと、それはそれで性能が劣ります。今言ったミラーレス一眼の方が性能が上がってきてるっていうのは、やっぱりプロ用であったりとか上級者用の、まあ、簡単に言うと15万から20万ぐらいするミラーレス一眼やったらおすすめ正直します。そこまで手が出ないんやったら値段で言うのもちょっとやらしいんやけど、だいたい10万前後のね一眼レフカメラ、少し重たくはなるんですけど、そちらの方が性能の方がいいのでね、普通の安いミラーレス一眼よりも。なのでそういったところでちょっとねやっぱり予算の問題はあるので、その予算内でいい方を選んでもらう、自分一人で買えない場合は必ずお店に出向いてですね、詳しいスタッフの方に今はどういったカメラが人気ですかとか、このぐらいの予算で考えているんですけどこれがおすすめですかっていうのを聞いてもらった方がいいと思います。そして何よりその実際にカメラを持ってみる、で持って手触りであったり、まあ、デザインであったり気に入ったものを最初は買ってもらうっていうのをおすすめします。そうしないと店員さんのおすすめだけで実は買っちゃうと、買ってから後悔することがよくあります。おすすめやからいいの買ったと思ってても結局持ち出したら重たいとか、私このデザインあんまり可愛くないから愛着持てへんかもとかね、そういうこともやっぱりあるので、店員さんの声も大事なんですけども、最終的には決めるのはあなた自身になると思いますので、自分の気に入ったものから手に取ってもらえたらいいと思います。で、今までね一眼レフとミラーレス一眼の説明ばっかりしてきましたけども、まあ、写真は始めたいけどそこまではいらないっていう方は、最初はコンデジ、コンパクトデジタルカメラでもいいし、もちろんお持ちのスマホで写真を楽しんでいただければいいと思います。そしてですね、撮り続けていった時に、ね、SNS とかで見た写真が撮りたいなとか、今撮ってるカメラの写真じゃちょっと物足りないと思ったら、ミラーレスとか一眼レフにね映っていっていただければいいんじゃないかなと思います。あとはですね、アクションカメラとか360度カメラ、シータとかね、ドローンとかいろいろあります。で、今後ねこれいいよというカメラがあったら、また動画でねどんどん紹介していきたいと思います。カメラをね購入する際に迷うのは誰でも当たり前です。僕でも今カメラ買うときもうパソコンの前でずっと悩むのもありますからね。
で今一度ね、何のためにカメラを買うのか、欲しいカメラはこれを買ったらどんな風に使うのかとかね、そういったことも考えた上で購入してもらったらいいんじゃないかなと思います。自分に合ったカメラっていうのをね、じっくり選んでいっていただければいいと思います。そしてね、カメラを手にしたらどん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 外に出ていい写真を撮っていきましょう。もう僕もね、皆さんに負けずにどん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 これから撮っていきますのでね、負けませんからね。今回もありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。違うのか。どうした。